南電車聞き込み発見旅、学南藤岡駅でランチをいただきます。訪れたうなぎ屋さんはその名もストレートにうなぎ屋、明治以前から続いているという老舗です。はい、すいません。はい、ありがとうございます。うわ、おわ、すごい、いい色、ぎっしりですよ。ぎっしりですね。じゃあ、うわ、いただきます。私がいただきます。うわ、うまい、うん、うまい。タレがね、うん、タレもう素材もいいんだけど、はい、タレがそんな甘くないから、うん、美味しい。タレの味もしっかりしてるけど、それに負けないくらい身の味もしっかりして、なんだろうね、夏場とか夏バテとかほら、うん、すぐスタミナつけたい時は、うん、うなぎっていうのはなんか実感しますね。静岡に来てうなぎ食べれてめっちゃいいですよね。めちゃいいですよ。静岡なんか俺もなんかめちゃとかつかつられて、うん、いい、めちゃめちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。名所登録8つ目は150年続く伝統の味、うなぎ屋に決定。申し訳ございません。すいません、ごちそうさまでした。なんかいろいろと、はい、ありがとうございます。なんか、はい、とっても美味しいうなぎだったんですけど、なんかこちらの一番のこだわりみたいなのは何だったんですか。こだわりは、まあ、香ばしく焼くということなんですけれど、坂岡さんでいらっしゃいますか。はいはい、鹿児島でうなぎ大好きなんです。はいはい、昔、ああ、すごく子供の頃に、はい、鹿児島のうなぎは何かその前蒸さないで焼かれて、でそれを貞岡さんがテレビの番組で当てられたことあったですね。覚えてらっしゃいますか。そうですか。もううなぎも大好きで、そういう、そうですね、はい、やっぱうなぎ屋さんだから覚えてたんですか。そうですね、そんな印象がありまして。あ、そう、応援してますか。あ、ありがとうございます。ありがとうございました。いや、美味しかったですね。美味しかったね。しかも晴れてますよ。これ絶対富士山見えますよ。晴れてきた、見えるよ。早く乗った方が良さそうでしょ。ね、俺も長くやってるとさ、やっぱりなんか接点がある。そうですね。全然覚えてないけど、俺がうなぎのあれを当てたとか。いや、おっしゃってましたね。泊まった旅館の方もね、お会いしたことあるって言って。いや、なんか、やっぱ年だな。いや、すごい、出会いってすごいですね、うん、たくさんの人に出会いたいな。だからそうやってあなたたちもほら、小学生とか不安がさ、はいはいはい、大きくなっても覚えられるのよ。覚えててほしい。なんか嬉しいな、そういう。あとは次の駅で降りるか降りないか、あと名所2つです。2つですか。はい、もうゴールは近いな。次は須戸です。須戸、これで須戸って呼んだね。須戸、須戸です。次の目的地はまたまた一つ隣の須戸駅に決定。あ、渡ろう。これか。あ、来てる。あれか。あれですね。いや、ギリギリだったね、結構。超ギリギリ。ちょっと待ったりしすぎた。結構ギリギリだったね。雲の隙間から差す日の光を浴びながら列車は東へと進みます。お願いします。はい、どうも。よいしょ、暑い。時間が長ければ見つかるっていうもんじゃないしね。サクッと、うん、じゃあそうしますか。ここは16分でいいと思う。はい、じゃあ16分で、はい、マジで16分まで一人も会わない可能性ありますよ。あ、でも、あ、若い若者がいる。若者が、夏休みだから。そう、今夏休みだ。部活とかなんだ。なんでよ、ここはさ晴れてんだけど富士山の方は。そうなんですよね、雲が晴れないんだろうな。上がめっちゃ晴れてるのに、ね、今日雨予報だったのに。時間なのかな。もうちょっとだったらあっち晴れてくるかな。若いな。あ、お父さん、あのお父さんに聞くか。聞いてますか。
すいません、今この辺旅してるんですけど、なんかこの辺いいとことかありますか？名所とかおすすめの場所、スポット。名所ですか？はい、何でも大丈夫です。もっと向こうの方行けばかぐや姫のとこ。あー、行ってきた。あ、行ってきました。いやー、この辺で、お願いしますよ。あー、困ったね。いやいや、あのゆっくり考えて、湧水公園は行きましたから、そこの湧水公園行ったとこですね、さっきの湧き水の。あ、見えない。あの、行ったとこ、これですね、丸池があるところ。あ、そうですね。あ、行きました。あ、向こうの横断あたりとかのバンジーがあるところ。バンジー？バンジーがあるって。バンジー、あのテレビでもやったことあるバンジーやってたんですよ。で、歩いていける？いや、ちょっと距離があるね。もうこの上なんですけどね。惜しいな。6キロあるからちょっと。6キロかー。これがきついですね。これが度胸試しでバンジーやったのにな。すいません、なんか本当に。ありがとうございます。お役に立てませんか？ありがとうございます。こんにちは。まだ行ってみる？こんにちは。すいません、なんかこの辺で名所探してるんですけど、なんかいいとこないですか？この辺のこの町でおすすめの場所とか。あのね、こことかね、この間も来たけどね、そのね、あ、今いないかな。な、何？あのお茶屋さんでチャラ男っていうのがいるの。チャラ男？チャラ男って名前だっけ、まあ、あのこれ、カゴショってさ、お茶の男って書いてチャラ男って呼ぶ。へー、そこの十字のところに山田お茶屋ってのがあるんですよ、はい、看板出てます、はい、旗が、はい、まあ、それがまあ一つのイベントのあれなんだ、この富士市のお茶の会の組合のね、はいはい、チャラ男さんって。チャラ男さん、そう、今いらっしゃるいるかどうか分かんない、行ってみなきゃ分かんない、ちょっと行ってみますか。うん、これで旗が立ってます、旗が、うん、お茶屋さん、十字路のところのお茶屋さん、はい、はい、名前だけ聞いたらね、うん、お茶イエイみたいな、簡単な動きしなよ。あ、本当に、ありがとうございます。駄菓子屋さん行きたかった。子供に聞いたら出てきたかもしれないのに、クソ、聞けばよかった。そしたら駄菓子屋でお菓子買えたのに。あ、あ、あ、旗出てます、旗出てます。本当にすぐそこ。どこどこ？お茶の旗。のぼりが。あれ、お茶じゃないのかな。チャラ男。チャラ男が面白いな、チャラ男が。チャラ男っていう名前なんですね、お茶を背負う。山田製茶、ここか。チャラ男に。すごい可愛いのぼりが上がってますよ。チャラ男に会えるかな。チャラ男。かわいい。冷茶はいかがでしょうか。はい、こんだけ暑かったね。いただきます。いただきたいですね、冷茶。山田製茶、こんにちは。こちらかな、こんにちは。こんにちは。あ、すいません、あの BS テレビ東京の旅番組でして。あ、はい。あ、どうも。お願いします。駄菓子屋のおばさんに、はい、チャラ男がいるっていう話で、はい、ここに来てるんですけど、はい、こうカメラで撮って大丈夫ですか？大丈夫です。お、はい、それでチャラ男さんはどこ？僕がチャラ男なんですよ。ちょっとそれともあれしますか？今急いでちょっと着替えていきましょうか。あ、もうそうしていただければ。見たい。その時俺もユニフォーム着替えてくる。はい、わかりました。すごい、すごい。お願いします。チャラ男いた、チャラ男いた。待つことしばし。わあ、すごい。洛南電車聞き込み発見旅、須戸駅でチャラ男とご対面。わあ、すごい。ナイス。チャラ男さんだ。ナイス。あ、いいですね。富士山で。富士山の。なんか自分がイベント出た時に服装っていうのがやっぱお茶屋さんって本当にハッピー来たりとかしたんですけど、なんかもっと見て分かってもらえるとか、意外と名前をこう山田先生出してるんですけど名前とか覚えてもらえないと、だったらなんか自分をインパクトにしようってことで、で生身のゆるキャラという、はいはいはい、生身の、生身の、これゆるキャラだったんだ。2013年の全国百貨店のあのゆるキャラグランプリに応募したら、このチャラ男で通って、とりあえずフナッシーがその時全国で一番になったんですよ、はいはいはい、その時はなったのにチャラ男は富士静岡県で入ってました、はい、でそっから僕生身の雪洗って出したらやっぱいろんなテレビ局さんとかも、うんうん、そう、生身がいるっていうのは多分生身だと日本で俺だけ、俺だけ顔出してるの俺だけ、ゆるキャラなんだ、はい、じゃあお兄さんのことをチャラ男っていうゆるキャラなの、はい、あ、そうですか。お茶屋さんのあれで作って、はい、うわ、これめちゃくちゃ面白いじゃないですか。地元では有名な山田製茶、その2代目のご主人が自らゆるキャラチャラ男となって富士ブランドの茶を PR しています。名前はチャラくても
お茶作りは真剣です。めっちゃ面白いですよ。わっわっうわ綺麗だな。すごい難しい。あ綺麗。うわ静岡静岡やっぱ夏はすごい。見て俺の自信作でこれチャラ男さん。そうこれ神さんが出ました。自慢のお茶、はい、水出し緑茶。うわ美味しそう。飲めますね。またその麦わら。うめいただきます。いやあのね結構歩いてきてんですよ。一駅一駅うまい。生き返る。これこだわってる。いい音。本当に1年かけて生を作るんですよね。それであの4月の下旬から成長するんですけど、うん、やっぱ天候に左右されて霜というのが一番怖くて、で、ね、で寒くなると、はいはい、一丁の芽がやっぱ本当に枯れたりして、その勝負っていうかその本当に天候との勝負なので、自然との戦いなので、あの明るく元気にこう説明を聞くと、はい、買っちゃおうかなと思っちゃうもんね。ね、山田成長さん名所登録です。イエイチャラ男さん、はい、名所登録9つ目はチャラ男が富士のお茶を盛り上げる山田製茶に決定。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。はい、頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。こんな素晴らしい名所に出会えると思わなかったですね。名所人でしょ、ね、そう名所名所名所あのやっぱりこう歩かないとわからないことってたくさんあるね。よかったここ降りて、ね、降りるもんだ、ね、でもチャラ男さんの顔めっちゃ好きだった。え絶対あれは嫁がついたお茶ですよね。あそうなんだ。絶対そうですよ。中で女の人の声してたもん。二人とか言って あの人嫁さんだったかもしれないね。奥にいてね。かっこよかったな。でも面白かった。すごい生身のいるキャラに会っちゃった。子供ちゃんかわいいにゃ。お母さん、はい、素晴らしかった。チャラ男さんよかった。チャラ男さん会ってきましたよ。チャラ男さんすっごいよかった。お母さんの情報がねすっごいもうプラスになりました。よかったね、うん、まあ、富士の名所登録にさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。チャラ男が面白すぎて時間の経つのを忘れちゃって。チャラ男面白かったですね、うん、気がつけば乗るはずだった2時16分の列車はとっくに出てしまっていました。さあラスト1個ですよ。目指すは神谷飛ばします。学南絵の学南絵ので終着点で最後の名所を探して探しましょう。次の目的地は終着の学南江ノ駅。最後の名所登録を目指します。お来た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 撮った撮った学南江ノ雪。移動中に今からこの後終着駅行くんですけども、私たちもなんか終着駅でおすすめのものとか喫茶店花水木さん有名なんですか。結構古民家だよね。古民家なんかカレーとカレー作りのデザート手作りデザート7月8月お休み。ちょっと待ってよ。こんだけ食いつかしといて。もうそのカレーがもう今何芸人さん揚げといて落としちゃったよ今もう。せっかく聞き込みした情報でしたが思い切り空振り。不安を抱えつつ終着駅に着きました。ありがとうございます。最終地点
着きました。もしね降りたとこでもしかしたらまた花水木の名前出るかもしれないですし。いやだから休みだって。でも休みじゃないかも。でも人いなさそう、うん、よし聞き込みですね、うん、聞き込みだな。もうすぐそこに看板あったんだ。どこ？ほら花水木。あーあったあったあったね。本当に行ってみるか。でも、ね、有名なんです、はい、200m でも休みって書いてありますよ。7月8月はお休みさせていただきます。やっぱり休みなんだ。休みだな。やっぱバカンスだな。どっか行ってんだな。あー7月8月残念。まっすぐ突っ切るか。まっすぐ行ってみます。佐田岡兄さんの勘で私の勘は結構当たってるんでここまで。まあ、あそこまで行きますか、はい、行きましょう。うわ、かき氷食べたい。スイカじゃない。かき氷。強かった。かき氷じゃない。冷たいシャンプーだった。かき氷屋さんかと思った。ヘアサロンで冷たい。いや、ないな。何もなさそう。やばい。何もないな。終着駅に2個残さなくてよかった。マジで笑おうもすがる思いで、すがる思いで、かき氷やってませんかって聞いて。いやもう冷やしシャンプーだった。どっちに入ればいいか。どっちも同じなのかな。どっちも同じっぽいですよ、ね、こっちは部屋。じゃあ俺が聞いてみようか、はい、すいませんこんにちは。ちょっとなんか情報を仕入れたいんですけど、はいはい、ちょっとここテレビ映って大丈夫ですか。これ大丈夫ですか。何か名所とかありますかね。滝が別の上にバンジージャンプ。ああ、こっからどれくらいかかりますか。歩いて歩いたらなんて30分以上。あ、階段だなこれ。ありがとうございました。車乗してほしいな誰か。こんにちは、すいません今お時間大丈夫ですか。この辺りでおすすめの場所とかなんかないですか。ないですね、なんか街のちょっといいところとか。本当にこの辺は何もないところです。ね、何もないのが名所かな。何もない。すいません、ありがとうございます、はい、大丈夫です、ありがとうございます。誰に聞いても何もない、何もないって珍しいよ。ほらすごいくるくるがなんか珍しい。かわいい。失礼します。こんにちは。はい、すいません、はい、あ、突然すいません、ちょっとお話をお伺いしたいんですけれども。うちの母だったらわかると思うんですけど。今いらっしゃいますか。あ、ちょっとね病気して寝込んでるんです。あ、そうなんですね。ね、わかんない。あ、わかりました、ありがとうございます。わかんないそうです。名所だって言うからじゃない。だからあの変な意味、はい、あ、お庭が綺麗なお宅でもいいんだよね。なんかすごいほらこの庭凝ってんだよみたいな、はいはいはい、このなんだっけ蔵にお金かけてんだよみたいなさ、はいはいはい、2人はスーパーマーケットの駐車場で買い物終わりの人を待ち構える作戦に。こんにちは。こんにちは、すいません、あの今この辺で、はい、あ、ちょっとだけお話を聞きたいんですけども、少しだけあちら側に行ってもいいですか。すいません、お忙しいです。沼津の方の出身。あ、そうなんですね。この町あんま分からないですか。あ、分かりました。すいません、ありがとうございます。あ、全然大丈夫です、うん、ありがとうございます。スーパー意外と車で来てるから、うん、遠くの方が多かったですね、地元の方って。こんにちは。知ってるかな。すいません、あのこの辺でなんかいいところとかなんか名所とか、え、神社とか。神社でもいいよ。神社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 全然大丈夫。神社だったら、うん、なんかこのちょっと遡ったところに飯綱神社。飯綱神社、でもこの辺の方はみんな知ってる神社がある。あ、知ってる。みんなこう行って10分くらい。10分くらいだって言ってますよね。行ってますか。なんか目標とか道祖神くださってるんですよ。なんかお地蔵さんみたいなのがあって、はいはいはい、そこを上に行くとここにある案内ついてきましたか。案内してくれる。ありが
ありがとう。ほら嬉しい。案内してもらおう。今日二人です。あ、これだ。どうぞ。これだ。これだよね。これだ。あ、でもうちらで行ってたら見落としてんね。絶対迷ってましたよ。これが道宗神ですって。古そうだね。あの、あ、え、鳥結構大きい。学南電車聞き込み発見旅、終着の学南江野駅で最後の名所飯綱神社へ。これが道宗神ですって。古そうだね。あの、鳥結構大きいじゃないですか。あ、大きいじゃない。そう、大きい感じしますけど、あ、でも普通だったらあの奥に富士山見えるんでしょ。あ、見えますね。ね、バックに見えるんだよ多分。いや、いいね。いいじゃないこれ。あ、でも蚊とかいっぱいいるんで。いやいや、蚊も生きてる。蚊気をつけてよ。めっちゃ刺されます。そう、危険地帯に入るみたいな。ここから、はい、まだ階段。はい、大丈夫です。飯綱神社。ここですか。ああ、なんか本当だ。飯綱神社。あ、飯綱、はい。いるかな。ここにはいないと思う。そうか、どっかに。区長？こっちに住んでると思う。神社に詳しい人の連絡先を家族の方に聞いてくれました。ありがとう。もしもし。あのさ、区長のさ、あ、飯綱神社のさ、こと知ってるさ、人わかる？オッケー。だよね。あ、違う。どうだった。あの羽ちゃんっていうこのおじいちゃんちか、龍騎、うん、っていうこのおじいちゃんち、おじいちゃんが知ってる、どちらかのおじいちゃんがこのいるかわかんないですけど。あ、そうだよ、いるかわかんないんだよね。近いですか。あ、近いです。あ、行ってから、聞いてから行く。どちらのその、うん、おじいちゃん動けるかな。あ、動けるね。あ、どうぞどうぞ、すいません。あ、そうです。あ、そうなの。言って。え？言って。こんにちは。こんにちは。すいません。はい、今ちょっとテレビ東京の旅番組で取材をさせていただいてて、はい、あのこの飯綱神社のがここの、ね、あの、まあ、いい場所だと教えていただいたんですけど、ちょっとこの飯綱神社のことについてちょっと細かくお聞きしたくて。で、若い子知らないって言ったら、彼女が今電話してくれて。うんうん、誰って言ったら、うん、ちょうど今歩いてきてくださって、もうすごい偶然で、すごい、待っててくれ。いやいや、本当ですね。もう 2,3 分でもいいんですけど、はいはい、ちょっとただよ、あの、すごく大丈夫ですか。できれば向こうに回すから、ね、すいません、はい、すいません、ダメ。じゃあ、すいません、なんか、すいません、とりあえずここで、あそこに、はい、菊の御紋章が見えるか、あそこに。はい、左にありますね。3つあるんですけど、はい、左と、はい、真ん中と、はい、じゃあ、それだけちょっと頭に入れて。はい、わかりました。わかりました。はい、行きましょう。ありがとうございます。すごい、すごい偶然、ありがとう。連れてきてくれた。今なんかお出かけだったんですか。いや、ちょっと散歩に行って。散歩だって。あ、すいません。やっぱ持ってるね。持ってるね。女の子の友達のおじいさんが氏子の代表ということで、飯綱神社について教えてくれました。江戸中期に創建されたとされる飯綱神社は、南北朝時代の皇室とゆかりがあったといいます。これが南北朝の時代にですね、うん、南朝方に非常にここの、神社の、御祭神が貢献したということで、特別許されて菊の御紋章がここに飾られている。ですから、ないですよね。富士市でもこの菊の御紋章が飾られている神社ではないんです。ね、唯一なんだ、富士市唯一の。大胸に輝く3つの菊の御紋章は、この神社の格の高さを示す証。長きにわたって富士の麓で町の人々を見守り続けてきました。いや、もうなんか嬉しかったですよ。そうですか、はい。まあ、たまたま散歩に来たのが良かったのが、たまたまね、彼女に出会ったのがね、良かったんですよ。そうです、ありがとうございます。立派な名所ですよね。はい、もう本当名所に、ね、たくさん説明聞きました。素晴らしい神社ということを知れたので、はい、ここを名所登録したいと思います。最後の名所登録でした。終着駅の名所登録、ありがとうございました。名所登録10個目は菊の御紋章が輝く
飯綱神社に決定。ありがとうございました。いやこちらこそありがとうございました。いかがでしたか。いい濃厚な旅だったなと思いました。まあそうです、僕ももう新たな発見がね、はい、たくさんあって、一番の発見は、うん、大家さんがすごくナチュラルだということで、はい、それが発見でしたか。はい、すっごいいい発見で、あのすごく楽しかったです。あ、嬉しいです。ありがとうございます。また本当によろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、あとは帰ってかりんとうを食べます。私は出会いの数だけ名称あり、たくさんの触れ合いに助けられた人情あふれるローカル線の旅、お世話になった皆様、本当にありがとうございました。